おはようございます。仙台駅です。昨日のワイン会も無事に終了しました。ちょっと昨日はかなりテンション高かったですね。ずいぶん喋りました。さあ今日も頑張りましょう。本日の会場に向かいます。というわけで仙台から岡山にやってまいりました。今日の会場はすごいですよ。こちらです。ル・メルセさんです。どんだけすごいか入ってみましょう。うわ、いつもはこの鬼会の会場広いところでするんですが、今回はこれ1階のこの会場もすごいわ。うわこれがすごいよね。3日前に名古屋で一緒だった山田さんとカイルです。岡山のワイン会が始まりました。いろんな施設を設計してくれてる建築チームです。こんにちは。昨日もたまたまその時はスマホだから。ほらどうですか、バルコニーから見るとこんな感じですよ。ただね、乾燥は一緒に乾燥されてるけど、そのものみたいな。これ私と山田さんとカエルの分まで用意していただきました。ありがとうございます。ご覧ください、私たちのまかない用のお料理もとっても素敵です。六本木でお邪魔したこちらのスタッフの方たちは皆さんセンスが良くてですね、この方がお世話になっている鹿社長さんです。六本木のスタッフありました、出してる、出してましたね。私は、12月6日にカナダに帰ります。また来年の春にこちらに行きたいと思うんですが、私からですね、厚かましくもまた春に痩せてくれなんて石川社長とても言えません。ですから皆様方の方からまたやってくれと、カナダからあいつを呼べと言ってもらえれば、やっていただけるなというふうに思います。今の飯がうまかったよ。また岡山に行きたいよと。そうやってました。